こんにちは。私たち Hulu で配信中の子供番組グーチョキパーティーからやってきました、今会えるお姉さん、ももクロちゃん、せーん。はーい、みんなの笑顔を明るく照らしちゃうぞ、お日様かなこちゃんです。どんな天気でも大丈夫、みんなをバリアー、レイニーレニちゃんです。お空を飛んでみんなに平和を届けるよ、ポッポアーリンです。綿毛に乗ってみんなの町まで冒険に行くね、タンポポシオリンです。頭の受話器でいつでもどこでもみんなにもしもーす、緑の公衆電話の妖精、もしもしももかちゃんです。ムーブ生き物になれる展では図鑑の世界から飛び出してきた生き物たちをたくさん紹介しています。会場ではその生き物たちになれるんだよね。そうそう、例えばこれを見て、じゃーん、わー、水の上を走ってる、うんうん、これはグリーンバシリスクっていう生き物で、危険が迫ると水の上を走って逃げることができるんだって。まるで忍者みたいな生き物なんだよ、うん、ムーブ生き物になれる展ではこのバシリスクになって水の上を走る体験ができるんだって。え、水の上を走ることができるの？それってどういうことだろう気になるよね、うん、気になる人はぜひ会場に行ってみてね。他の生き物たちも面白いね。こっちは変身の術だって。図鑑ムーブにはシリーズもたくさんあるんだよ。私が持ってるのはこちら、深海の生き物。タンポポシオリンは？私は危険生物。うんうん、もしもしももかちゃんのは？動物。レイニーレニちゃんのは？私は恐竜。本当だ、たくさんあるね。うん、君も気になる生き物にムーブ生き物になれる展で出会ったら図鑑の中に探しに行ってね。以上、私たち今会えるお姉さん、ももクロちゃん